こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションタンバリン編。今回は基礎練習ということで、例によって筋トレのようなエクササイズをいろいろとやっていきます。構造がすごくシンプルな楽器なので、まあ、やればやっただけ上手くなりますので、ぜひこの動画、イヤホン等で聞きながら一緒に練習してみてください。タンバリンを練習するにあたって、鍛えるべきポイントが大きく3つあります。1つは安定性。一定のテンポで安定してタンバリンを振り続けられる力です。2つ目はコントロール。体のコントロールと楽器のコントロール。することによって、まあ、好きなテンポ、好きなリズムを演奏することができるようになります。3つ目はアクセントです。自在にアクセントをつけることによって、いろんなリズムパターンや楽曲に合わせたフレーズを演奏することができます。それぞれ分けて練習していきます。ではまず安定性を鍛える練習です。これにはですね、ゆっくりなテンポでひたすら振り続ける。これだけです。まあもう長距離を走るように一定のテンポで、淡々と安定して振り続けられるように練習します。肘から先、腕を使って振る方法と手首を使って振る方法。あとは回転させて振る方法。テンポ60でそれぞれ1分間ずつ振っていきます。やりながら鳴ってる音に意識を向けて、
タッ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 と、一定の間隔で最初から最後まで鳴り続けるようであれば OK です。では次はコントロールを鍛える練習いきます。やり方は簡単で、4カウントずつ、タンバリンを振って8分と16分を交互に振っていきます。1,2,3,4,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 
はい、今はですね、内側、外側、内側、外側という順番で振ったんですけれども、今度は同じ内容で、外から、外、内、外、内という、逆順で振ってみます。では同じ内容を手首を使って振る方法と回転させる方法で練習します。
では最後にアクセントを鍛える練習です。アクセントの入れ方のバリエーションが全部で16通りあります。でこれを一つずつ4カウントずつ順番にアクセント移動していきます。トリプル以上の連打は回転させる奏法でないと難しいので、すべて回転させる奏法で練習します。はい、以上になります。お疲れ様でした。こっちの手にですね、手首と腕と結構な負荷をかけていると思いますので、終わったら十分なストレッチをしてあげてください。はい、こんな感じでパーカッションのレッスンや情報を発信しておりますので、よければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。